まあ、嫌がらせっていうかすごかったよ、ね、人気のない講師って最初じゃあ入った時、うん、給料どうよ、ピーク時どれぐらいもらったのかな。うわすげえ。おでは始まりました、もじゃチャンネルです。今回ですね、吉野先生においでいただきました。今回はその予備校での成り上がりを聞いていきたいんですけど、いやー予備校講師ってさ24でなったじゃない、はい、で当時24で予備校講師なんていないわけよ、はいはいはい、誰もね、はい、まあ、当時は今はどう言われてるか分かんないけど、俺なんかの時はまあ代ゼミ河合駿台っていうふうに言われて、この三大予備校に入るってことが、うん、まあ、一つの夢みたいな。それは違う予備校でも立派な先生いると思うんだけど、うん、まあ、俺たちの頃はね、まあ、代ゼミ河合駿台に入るってことが一つのステータスみたいな感じになっていて、うん、まあ、特に代ゼミなんてお金がいいから、ね、チューターでやってて、チューターでめちゃくちゃ、そうだからみんな違う予備校とか2つ3つ掛け持ちしたりなんかして入ってくるから、はいはいはい、甲子園で活躍してるやつのドラフト1位が入ってくるみたいな、うん、当時そういうイメージ、はいはいはい、俺はほらチューターからそのまま来たから、はい、テスト生みたいな感じ。ああなるほど。辛かったよね、24の時に講師になって、一番その時にトップを張ってた先生とかが35とか6とか7ぐらいの先生なわけ、はいはいはい、でその35、6の7の先生たちだって他の予備校とかで20代はやって予備に入ってきたりしていたから、うん、今35、6、7って言ったらもう超若手やつからですからね、今の予備校。ああそう言われてもそうだよな、トップって言ったら50代、60代がやっぱトップ講師の時代ですからね、うん、今は。いやでも当時は本当に、まあ、嫌がらせっていうのすごかったよね。俺たちは中学高校の時にやんちゃしていた見た目から、まあね、はい、女の嫉妬よりも、はい、男の嫉妬の方がすごいんだなって思ったよ。ほうほうほう。大船港に行ったりすると、うん、大船港に VHS のビデオとか届いてるんだよ、はい、お前吉野裏ビデオに出てたんだろうみたいな。いや出てないんだよ、出たことないよ、はい、俺別に、はい、裏ビデオ出てたんだろうとか、当時ビデオが入ってんだ、ビデオが入って、その辺に手紙が、デッキ、デッキ、デッキじゃない、VHS デッキも用意しようみたいな裏ビデオって当時は貴重品だったこともあったし、うちベータだから、ベータ見てる人わかんないですね、ベータってあんで、ベータがこのちょっと小さいこのビデオで、はい、VHS って長いやつなのよ、はい、1回目は無視したのよ、はい、で毎週来るのよ、そうなんですね、お前裏ビデオ出てんだろう。4回目ぐらいかなんかの時に、はい、買ったよ VH のデッキ、デッキ見たいからさ、はい、6時半ごろ授業終わって、はい、質問とか受けて、はい、大船港から実家近いから、はい、7時過ぎに帰って飯食って次の日の授業の予習して裏ビデオ、はい、寝る前にだって見たいじゃない。いや結局中身は何、中身裏ビデオだから毎週送られてくんだよ、若くしてきちゃって、まあ見たらドラえもんだったのよマジに、わあ今日も来た裏ビデオみたいな、帰ったら見るぞ予習した後みたいな感じで、見たらドラえもんとかふざけんなお前みたいな、あったよ。最初じゃあ入った時、うん、給料どうだったんですか。初任給は、はい、これピー入れるよお前。え入れるんですか。ダメだよお前初任給、初任給初任給いいんじゃないですか。一コマのコマ、コマ給、最初のコマ給言えます。どう一コマは俺1万2000円だって。あ1万2000円、だけど1万2000円だけど、はい、結局テスト生みたいなの入ってるから、はい、給料が俺はもううまいもん食うぞでいい車乗るぞって思って、うん、予備校講師になったのに初任給4万8000円なのよ月に。月4万8000円、はいはい、4万8000円ってどうするんだろうみたいな、うん、はいはい、全然車なんか買えない、買えない買えない買えない、ベルサーチも着たいなとか、はい、ロレックスもしたいなみたいな、うん、こういうね、あったじゃん。いや当時こんなの買えないから生まれて初めて25、6で借金してロレックス買ったり、もう小さいやつだよ、いまだに取ったりとかね。やっぱ最初からすごい人気出たわけですね、うん、最初から人気あったよねすごいね。人気あったって言うとなんか自分で言ってやったあれだけど1年目で入った時にはやっぱりテスト生だからちゃんとしたコマ数みたいなの与えられなくて、ほうほうほう、午前中で帰るのよ。あへえそうなんですね。本科生の浪人生の授業しかやらせてくれないわけよ。ほうほう。たまに町田校とかできたばっかりだったんじゃないのかな、はいはい、今もねえけどさ、古典、はい、文法とか入れてもらって、はい、1学期の1回目か2回目の時に当時、はい、っていう古文の先生がいたの、はい、でその先生が俺の師匠の有坂先生の悪口を授業中にめちゃくちゃ言ってたの、はいはい、ほうほう。ヨゼミの当時の教務部長さんがクビにしたの。でその代わりに俺が入ったの、はいはいはい、代行で、うんうん、で1年間パンフレット乗るじゃん、はい、俺1年間
ルで俺授業やってんの大人気講師になるんですよね。写真と俺と どう見ても違うのよそうですね。で横浜港で当時は400人ぐらい入る教室が150人ぐらい入っていたのが、俺が入った瞬間に締め切ったからね、それ授業。で町田校の古典文法も今だからこそね、教室に入って、いや昔さ俺暴走族だったんだよ、当時なんてパンフレット載ってないんだよ、はいはい、こんな紙して、はい、ベルサーチ入ってくじゃん、はい、俺は受けるなと思って、はいはい、いやお前ら分かんないと思うけどさ、俺昔暴走族だったんだよって、はい、シーンシーンみたいなそのままじゃんみたいな、そのまま確かにそうですね、うん、で1時間目終わりました、はい、2時間目終わりました、はい、3時間目古典文法、うん、古典文法って古文の先生が3人ぐらいいて、その3人の先生から選ばいいわけよ、ね、出ましたね、戦いですね、戦い、はい、俺の授業5人、はい、そこでも俺昔さ暴走族だったんだよシーンそれが次の週、はい、立ち見、うお立ち見、俺嬉しかったよね、それ恨まれるでしょ他の先生から。なるほどなるほど、上がったわけですね。それでね、そうで、まあ、その1万2000円から始まったわけよ、はい、でその年はすごい頑張って、どのぐらい行ったのかな、まあ1000万近く行ったのかな、24ぐらいの年 に、はい、当時は竹村副理事長から電話がかかってきて給料が決まる、はいはい、あそうなんだ、そうまだ俺バイトの延長線上だから、教務課長の貝塚さんとか、うん、勝俣記憶長とか飲んでたのよ、お酒を、はいはいはい、まあ、みんなケイちゃんケイちゃんって言ってたからさ、はいはい、バイトしてたからね、ゆずみでさ、はいはい、いくら上がるのかなみたいな、で1万2000から1万3000になると1000上がると100万ぐらい上がるの大体、ああなるほどなるほど、サテライトが入ってる場合になったりするけど、大体100万前後上がるんで、うんうんうん、で最高の先生で今まで5000っていう先生がいたよ、5000上がったら500万上がるわけだから、ね、でそんな話をしてたのよ、電話かかってきたって言うから、いやー買ってこないんですよって言って、あまだか2月だからまだかみたいな、うんうん、で3月の中旬ぐらい、そろそろ春季講習が始まるぐらいの時にも飲んだ時に、はい、出上がってきた、はいはい、って言うから、いや怒ってこないですよって言ったのよ、おかしいねって俺クビなのかなと思ったのよただ一回だけ竹村副理事長の秘書から、はい、遊戯ゼミであるですけどって言って、はい、あの竹村に変わりますからって言って、はいはい、よく頑張ってくれたね君って言うから、はいはい、ありがとうございますみたいなこと言ったのよ、はい、君さって1万あげるからって言われたのよ、はいはい、1万あげるからって言われたのよ、はいはい、ありがとうございますって、なんで1万円くれるのに電話かかってくるのかな不思議だなと思って1万円札1枚ってことで、 それをもらうってことですね、取り行ったらいいですかって言ったら、はいはい、いや振り込んどくからって言うからありがとうございましたみたいな、はいはい、そういう電話かかってきましたよって、はい、貝塚さんに言ったのよ、はい、でも1万円は上がんないよなみたいな、ああなるほどなるほど、そんなやつ聞いたことねえし、はいはい、1000円とかは聞いたことあるけど、うん、1万円はなったら、はい、4月の28日かなんかの給料日見たら、はい、1万2000円が春に1回1000円上がってるんだけど、はい、1万3000円が2万3000円になってるね、ほーすごい、25の時にさ2300万ぐらいもらってるんだよ、で印税が入ってくるじゃん、ああそうですね、本、いやすごいですね、それは夢がある、2300万ぐらいが27ぐらいの時にはもう5000万超えるからね、ほう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 、あと言えねえけど、いやいやいや、そこみんな一番聞いて、でも一つだけ言えるのは、はい、言えるのは当時1コマ1万2000円でした、はい、1ヶ月初任給4万8000円でした、はい、まあ、これが時給になっちゃったぐらいのうん、4万発が時給でしかもね、サテラインで2倍、はい、俺3倍もらってたからね、そうですね、再放送給料で3倍、すげえ、いや、泉様様でよく使ってる言葉かもしれないけど、鉄くずが次の金になっちゃうんだから、ね、全部締め切りだよ、全部締め切り、はい、ピーク時どれぐらいもらってたのか、ピークの頃何歳ぐらいがピーク、29、30ぐらいから、あ37、8ぐらいまでがピークじゃない、まあ、その7、8年ぐらい、どれぐらいえどれぐらい、まあ、なんかどっちがですか、一月こんなんがあったか、ちょっと持ってきたよ2枚くんだよな、ほら日にち同じだろ、あ、ほんとだ、2枚くんだよ、うわすげえ
か住所を隠さない。あ、そうですね。あ、これは、あ、住んでたよ、こう、あんま。そう。嘘、これ一月ってことですよね。いや、これ何、いいだけだよ。見せないんですか。いや、見せないよ、あんな。何言ってんだよ、お前。まあ、まあ、当然、奥は超えますよね、そしたらね。奥は超えるよ、お前。まあ、いや、いや、俺もう本当に、来たと思ったよ。でもやっぱり授業はちゃんとやったよ。人気のない講師って溺れてるやつに泳ぎ方を教えてるの。溺れてんだから、はい、まず助けるだろう。浮き輪上げたり、はい、まず助ける。それができてない講師が多いよね。で、授業も幕の内弁当みたいなんだよ。だからこう見た目はいいのよ、はい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 、で、なんかいろんなものがこう入っていて、うん、なんかうまそうなんだけど実際食ってみるとそんなうまくないみたいな。ああ、幕の内弁当。またそれ幕の内弁当みたいな感じなんだよね。そうじゃなくてラーメン二郎なのよ。ああ、なるほど。ラーメン二郎からお中元お歳暮来るのでうちぐらいだから。ラーメン二郎のおやつさんはラーメン二郎のラーメンを嫌いなやつに好きにさせるなんて思ってないからね。なるほど、はい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 。好きなやつはどんどん中毒になってる。嫌いなやつは嫌い。俺のことなんて嫌いなやつ大嫌いだからわけじゃん。こんなこと言ったら大嫌いでしょ。だって1億もらってますね、みたいなこと言ってるから。それは嫌いだよ、そんなの。だから俺の授業って別に嫌いなやつは嫌いでいいのよ、うん、それ好きにさせようと思ってるわけじゃないから。だから好きなやつをどんどん好きになっていく、うん、ただやっぱり理想は、私は吉野先生みたいな先生は正直言ってこういう髪型してるし、うん、風貌もあれだし、うん、大嫌いでした、はい、だから違う先生受けてました、はい、だけど違う先生受けてみたけどやっぱりちょっとよくわからないから、うん、吉野先生のことを受けてみたら授業はすごい分かって、うん、吉野先生のことは大嫌いだけど授業は大好きですみたいな。それはそれが一番嬉しいね。へえ。いやー、なるほど。いや、深いですね。いや、夢がある職業と思いました。まあ今はなかなかねこんな風には ね、いかない時代ですけども、うん、いやー、すごい。いや、今回ですね、吉野先生にお越しいただきました、うん、ありがとうございました。